今回は私の大好きなマクドナルドのアプリを紹介します。これがマクドナルドのアプリです。あ、ちょっと今大丈夫ですか。ここにマクドナルドでのクーポンってところがあるんですけど、あ、下のここに、はい、クーポンを押すとその日のクーポンが、あ、日ごとに、はい、これは毎日変わる、はい、出てきます、うん、私ドライブスルーが多いんですけど、あの518番くださいって言うんですよ、これだとハッピーセットの、うん、そうするともう向こうで518番ですねって言って、あとはあのドリンクとおもちゃを選んで終わりですなるほど。これはハッピーセットじゃないですか、はい、他のやつ、他のだとピピピピピ、多分この一番最初に出てくるのが、うん、多分一番推してる商品だと思うんですよね、マクドナルドさんが。このメガテリヤキとか、うーん、それは何、じゃあお店に行く前には必ずチェックする、はい、チェックしていきます。うーん、ハッピーセットの値段は変わらないじゃないですか、昼も、あの普通のチーズバーガーセットとかはすごい昼間安くなるんですけど、ハッピーセットの料金自体は1日変わらないので、そのクーポンがあるのが嬉しいです。メニューの、あ、マックもいっぱい出るじゃないですか、新商品がどんどん、そのクーポンもあったらじゃあ試しに食べてみようかなってやっぱなるんじゃないのかなと。なるほど、マックは絶対的な味の信頼を私は置いてます大好きです美味しいので。え、ケンタッキーじゃダメなの？ケンタッキーだとちょっと重いというか、なんかマックはすごい手軽にな感じがいいです。このあれですよね、クーポン隣に週刊マックっていうのがあるんですけど、うん、ここは新しいやつ、新商品だったり、そういった情報が、ハッピーセットのおもちゃの情報だったり、これはマックフルーリの新商品、いろんな新しい情報が更新されてるんです、どん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 。で、私これがちょっと感動したんですけど、店舗ってやるとですね、今いるところだったりマックを探せるんですよこんなにあるんですよ、マックだから本当にあの知らない土地でもこれがあると、あ、近くにマックある、行こうかなって、これすごい便利な機能ですよね。